何やってんだよ。テレビの話。はあ、どうしたんですか。また落ち込んでるんですか。なんだどうした。お前ら玉が片方がしかないから落ち込んでんのか。なわけねえだろうがよ。なんでそれで落ち込むんだよ。じゃあさ、片玉がかわいそうだから、片玉の片玉になってやろうよ。どういうこと。なってやろうよ、なってやろうよ。何どうしたんですか。ちょっと椅子立ってみな。椅子立ってみな。どうしたんだよ。立ってみなよ。俺が片玉に立つの。片玉になってみるから。どういうこと。ちょっと待って、あれこっちじゃないですね。こっちなんだよ。違うな。こだわりがあるんだね。違うな俺。違うな。何？違うな。違うな。違う。違うな。じゃあ俺か。どう？似てる？似てられよ。なんで顔と似るの？なわけないだろ。何をしてんだお前らよ。お邪魔するぜ。おお、また来た。また来たよ。借金取りだ。復活してないから。ただいま。ただいまじゃねえよ。何やってんだよ。ちゃんと毛も乗せないとね。何やってんだお前ら。人のお前玉で遊ぶんじゃないよ。バカ野郎が。バカ？お前そんなことな。こっちは玉なんてどうでもいいんだよ。借金返せこの野郎。ごめんなさいごめんなさい。そうだそうだった。そうだ、借金で落ち込んでた。そうだ。お前な、あんま舐めたこと言ってっと、お前と関係ないアカウントに風俗に沈めっぞ。何言ってんのお前。アカウントに風俗に沈めるって言ってんだよ。いいよ、勝手にすりゃいいだろ。赤の他人だったら知らねえよ。あなんだこいつだ。お前まだ風俗の恐ろしさ分かってねえな。まだも何も分かってないよ。何よそれ。俺風俗に精通してっからよ。お前風俗の恐ろしさ教えてやるよ。お前によ。教えてやるよ。お前な、あのすすきのになあるあのマッティ夫人って知ってるか。知らないよ。マッティ夫人ってなんだよ。うん、そこが。あそこのなお店の女の子はな、まあ俺が前行った時にな、お尻になあのちょっと一本投げ入れるからねこれからって言われて。何ちょっとちょっと待って。何の話なんだよ。恐ろしい話だろ。風俗の恐ろしい話よ。いやいや恐ろしいよ。マッキー夫人で、はい、一本だけ、うん、あんたのお尻に入れるからねって言われて。何をよ。指を一本だけ入れるって言われた。大丈夫か。濃いなもう。それで一本入れられたんだよ。そしたらちょっとあんたちょっと自分のお尻見てみなって言ったら1本じゃなくて4本入って。恐ろしいだろ。4本入って。うわ、どういう話だよそれ。そんなことないだろ今まで。ねえ、あるわけねえだろお前。じゃあ、じゃあね、すすきのにな、マニアクラブってお店あんだよ。マニアクラブ。マニアクラブ。おうおう、そこにあの透明人間コースっていうコースがあ、面白そうだな。そこは30分で、あの4,000円払うだけで透明人間になれるっていう。どういうことや。透明人間になる。透明、自分が誰からも見えなくなる。みんな憧れあるだろ透明人間になるとかいうな。透明人間になれるって。で、自分が部屋に入って、黒服の人が来て、今からあの手をパチンと叩きます、うん、そしたらあなたは透明人間になります。で、いきますよ。3,2,1パンって言ったら、その黒服がなんか小芝居やん。そんな小芝居やん。ちょっとちょっとよって。でまあいいやと思ってドアから出てく瞬間に、まああの女の子の待合室行かなきゃいいけど、パタンとしようよ。俺自分透明人間になるんだよ。どんどん女の子待合室行って、そのな自分で、まあ、自分で女の子を見ながらするっていうお店なんだよ。なあ、なあ、すげえだろ。その時待合室入ったら女の子も透明だから気がつかない。全然気がつかなくて、まあ、だから女の子が 7,8 人ぐらいいるんだけど、女の子のこの目の前にこう行ってこう全然気づかない。あれみたいな感じ。何にも笑わないし。30分経ったらどうなるの。30分経ったら効果が切れちゃうから、もう見えちゃう。もしくは触っちゃったら見えちゃうようにな。効果、触っちゃったら触っちゃダメだね。効力が切れちゃうから触んないようにしなきゃいけない。一切笑わない。一切笑わないんだけど、で何やっても俺もいろんなポーズとか Y 字バランスとかしたりとか全然笑わないんだよ。それお前サービスしてんのお前のことだよ。でも見えてないからやっぱりよ。でも一回だけ笑いそうになってたのが、なんかあの、まあ、そのドアの
前に俺が立ってこういたら、うん、そのドアが押し戸だったんだけど、たまたまその黒服の店員さんがドア開けた瞬間に俺の背中にドカーンと当たってそれの時だけ全員なんか笑いこらえてした全員下向いてそうだよ、そういう目に遭うぞお前やばい、マニアクラブ、マニアクラブとか行かせるぞお前、行かせるぞお前マニアクラブお前全然行きたくないよ、いやまあでもとりあえずここまではな、今のところはまあリハーサル行為だから、こっからが本番行為だぞ、ちょっと本番でいいだろ、こっからが本番ね、行為いらないんだよ、あのお前らの、風俗のこれからチェックするからね、なんだよ風俗の、そう風俗の、あちゃんと答えれなかったらお前とんでもない目に遭うからな、あちゃんと答えろよ、風俗どういうことなんだよ、さあというわけで行きたいと思います、最初のお題はこちら、じゃん、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、さあお答えください、こちら風俗店の店名とは、用意されてんじゃん、我々は答えるわけですよ、もちろん答え風俗のチェックだからな、これさあ答えていただきましょうね、皆さんね行ってみたいですよね、風俗いろんなお店とりあえず、あじゃあ、片玉行きましょう、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、マーティ夫人さっきのお店じゃん、さっきのお店ね、さっきの店4本が好きなんだね、よく覚えてた相当行きたいと見える、ただマーティじゃなくてマッティなんで、ちょっとマッティなんでね、そのだけは気をつけてくださいね、はいはい、あじゃあ川田さん、これ実際ありました、あ行きましょう、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、濡れよんちんちゃん、お目が高い、すすきのです、実際にあったとこ、本当にあるんですよね、これすすきのに濡れよんちんちゃん知ってる、1ポイント、ありがとうございます、1風俗のポイント、はい、じゃあ大炎上いきましょう、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、田中家、何だよ風俗店じゃないだろ、風俗店だろ、これが最高のサービスしてくれるんだよ、やめろ、一軒家なんだ、一軒家なんだな多分ね、さあじゃあはいはい、あじゃあ代役いきましょう、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、ちょっと和な感じと言いますか、抜きどころ非正かっこいいな、かっこいい、特に正一風俗のポイント、じゃあちょっと、うん、よし、行きますか、一度は行ってみたい風俗店の店名とは、ちょっと今風の最先端エーロンマスク、ああ今でしょこれ、三風俗のポイント、やった三風俗来たよ、さすがやっぱいい、いや、はいはい、うん、じゃあ川田さん、やっぱコスパがあった方がいいと思うんで、はい、激安ファッションヘルス島村、島村ね、それはそれもすすきのでありますよ、全部すすきの全部実際あるとこばっかり、素晴らしい素晴らしい、実際あるよ、地下1階のとこな、はいはいはい、おじゃあ行こう、はい、一度行ってみたい風俗店の店名とは、セーラー服と股間中、ありそう、ありそうだけど、そういいのかな、お店としていいかが分かんない、いいのかね、うん、お前そういうのちょっとなんかなんか鼻につくなお前の答えうまいこと言おうとしてるみたいな、なんか全部さらけ出してない感じ、そうだ、裸でやってない気がするね、わかりました、じゃあ裸で、まあ、じゃあお題変えましょうかね、お題変えようかお題変えよう、はい、続いてのお題はこちらです、じゃん、風俗嬢に聞きました、こんなお客さんは嫌だ第8位とは、8位か、まあ、1位とかはもう本当に不潔な人とかそんな感じになるでしょうから、はい、ね、強要してくる人とかね、ああそうね、いろいろね、何かも強要するとかね、やっぱ嫌だな、あ来ましたね、はい、行きましょう、風俗嬢に聞きました、こんなお客さんは嫌だ第8位とは、部屋に入るなりまず塩をまいて清める、なんか気持ち悪いですね、すごい嫌だ、確かに、はい、代役行きましょう、風俗嬢に聞きました、こんなお客さんは嫌だ第8位とは、ハレンチーってめっちゃ言うハレンチー、あーそれやだな、いないだろそんなやつ、8位、8位ぐらい、いないんだよそれさっきよりいいね、ちょっと裸に、さっきまでより裸になってきてる、なってきてます、いいね、うん、うん、あ、じゃあ行きましょう、風俗場に来ました、こんなお客さんは第8位と、8位でしょ、8位です、着替えが遅い、悲しいだな、やだな、やだな、ちょうど8位ぐらいに来そうだな、悲しいです、遅いだな、やだ、あもうすぐ帰りたいのに、そうそうそう、はい、はい、あ川田さん行きましょう、風俗場に聞きました、こんなお客様が第8位とは、すっぽんぽんで出てくる、はい、どういうこと、いやもうなんかもう全部最初からですか、そう最初からだからあんまり幸運もしないっていう、もう
ダメか。お客だよ。客？お客さん。これ何？お客さんか。あとお客さん。あやばいやばい。お客さん怒られるから。ちゃんとお前ちょっとこれ意図をさ分かれよ。いやだけど今日いいとこ見せようと思って、えいいとこ、いいとこ見せようと思って。どういうことなんだよ。こう出す時にわーって受けることばっかり考えて。いや受けないよ、そうしかもそれスポンポンで出てくるの当たり前だよ。別に本当の本当の間違い、本当の間違いってどういうことなの。罰金50万です。すいません。じゃあ大炎上いきましょう、はい。風俗嬢に聞きました、こんなお客様は嫌だ。第8位とは、見る角度によっては関口宏さんに似ている。やだなぁ。いやなんかちょっと真摯な人なのにっていうさ、そうなの。なんかちょっとね行くイメージがないから、イメージがちょっとなんかニュース言いそうでちょっと冷めちゃうみたいな。まあそうなのかね。そういう感じです。いい風俗のポイントあります。じゃあ最後にしましょうかね、これで。はい、その片玉行きましょう。風俗嬢に聞きました、こんなお客さんのような第8位とは、風俗の時の偽名がウラジミール・プーチン。いやいや、やだでしょ。やプーチンですけどって言われて、急になんかそういう答え出してきました、ね、ちょっと社会派みたいな。いやいや社会派じゃない。社会派気取ってんじゃねえ。気取ってないよ。さっきまでマッティ夫人とは言ってたのに。厚尾さんラスト。あラスト、いいですか。あそこに行こう。じゃあ役最後行きましょう。風俗嬢に聞きました、こんなお客様は第8位とは、毎回新技で来る。新技どういうこと、どういうこと。客が新技、ちょっと技思いついたんだけど試していいかなみたいな感じで。えそれだから、じゃあ私が風俗嬢だとして考えづらいよ。お前がはどんな新技。ちょっと技試していいかな。いいわよ。じゃあどうしたらいい。じゃあちょっと寝てよ。エビ逆入れ。無理すんなよ。無理すんなよ。あのこんな感じで毎回、ね、高振動マッサージ機ぐらい震えてたわよ。終了です。終了か。終了か。いやでもね、ちょっとみんな風俗のあるね。あるの。ないだろお前。いやいや、ほら良かったよみんな。あるのかな。めっちゃ楽しかったしな。いやお前ら風俗のことは分かったかもしれないけど、分かんない。フィリピンパブについては何にも分かってないだろ。分かってない。知りたくもない。別に分かりたくないんだよ。お前あんまり舐めてると、あの日本国籍が欲しいフィリピンパブ嬢のだらけのグループライン入れるぞ。何していいか分かんねえから、それ。なんとかしろよお前。どうやって入るんだよ。お前ら、フィリピンパブの怖さ分かってねえようだな。何怖さ。パブどういうことよ。いや、フィリピンパブっていうのはな、まああの新宿に、まあもう今潰れちゃったんだけど過激すぎてな、そうティアモって店があって。ティアモ、うん、ティアモ、情熱的な名前だよな、素敵だよな。そうティアモっていう店でシャンパン入れてあげたら、もう向こうの女の子がめちゃめちゃ興奮して、こう顔に股間とかを当ててくれる。こっちの顔をこう掴んで自分の股間にこう当ててくれるんで、サンキューって言って、尾形さんみたいにパンサーのサンキューって言って、サンキューサンキューって言って、で一番高いシャンパンね入れてあげた時に、もう本当に興奮しすぎて向こうもテンション上がって、ガシッつかダンってやった時に勢いがすごすぎて、俺あの鼻からあの血出したことバーンって当たってバーンって当たって、それぐらいフィリピンパブっていうのはあのすごいところだから。いやどういう全然良さが分かる。どういう話なんだよ。えちっとも良くないじゃないかよ。あそれマジで言ってます。マジで言ってるよ。いやもうじゃあちょっと待ってくださいね。MC っていうのをあんまりやってないんで、ちょっと一回見ます。MC って MC ってほどのことじゃないだろお前。おい。よし、お前らがどれぐらいフィリピンパブであるのあるか、これからテストしてやる。はい。じゃん。フィリピンパブで最も盛り上がるコールとは？コール？コールって何よ。飲む時のコールってことか？そうだ。コールってどういうの？なんかよくホストクラブでやってるよな。ドドスコスコスコドドスコスコスコみたいな。飲んで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 みたいなな。そういうののフィリピンパブで使われる。難しくないかこの問
難しい。難しい。本物を知らない人。もう間違えらんねえから。そうだな。あの下ネタまでのスピードが本当に速くてフィリピンパブは面白いです。そう席ついて5秒でチンポって言ってくれる。下ネタでもねもう下ネタの後家族の身の上話するからこっちの感情がぐちゃぐちゃになる。おすすめだぞ。じゃあはい行きます。はい川田さん、はい、最も盛り上がるコールとは。マニラマニラマニラ求人マニラマニラでアルバイト。あ、これはいいですね。やったじゃん。やったそれだよ。それそれ1フィリピンパブポイント。やっとオンエア乗ったよ。これはさっきまで1回も出してない感じで多分なってるけど今のはすごい。いやこれはいい。はい、はい、大炎上。フィリピンパブで最も盛り上がるコールとは。日本チャチャチャ、フィリピンチュチュチュ、シンガポールポポポ。いいね。すごい国際的で素晴らしい。いい答え。一フィリピンパブポイント。やった。素晴らしい。フィリピンチョチョチョ。フィリピンチョ。はい、片玉、フィリピンパブで最も盛り上がるコールとは。ちょっと懐かしいところで、飲んで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 回って回って回って回る。まどかひろしです。いや分かってました。分かったけど分かってました。最後なんかありそうでなかったから。てか全体的にあのお前のお題ペンの墨悪いぞ。いや難しい。難易度が高いんだよ。いや意外とみんなフィリピンパブへの愛を感じた。よかったよ。やったやったそんな喜ぶ。そんな喜ぶこれ。ここの台本を書いたんですけれども下ネタがきつすぎて制作 NG が出ました。ダメお前借金どうだ、返すの難しそうか。はい正直借金返すの難しそうです。正直だな。じゃあまあしょうがない。そんなに言うんだったらこの浅野敦夫さんの特技、はい、これに付き合ってくれたら借金のこと考えてもいいぞ。え特技な、なに、どういう展開なの。わかんない。急に真面目になって。優しい感じになってる。あの俺はな、クク算数のな、クックを振られたらそのクックの答えじゃない回答をすぐに言うっていう特技があるの。どんな特技。聞いたことないよ。ないだろう。だから特技なんだよ。じゃあいいいいですか。じゃあ三パ90。これ特技だ。特技じゃないよね。誰でもできるだろ。つい24って言っちゃうだろうって話。サザンが7言い方だろ。なあ言い方だろ。スピードが上がってもいけるもんな。獅子14666869552シワシャキュートイチがなんだ。アツオさん大丈夫ですか。あ今のは危なかった。危なかったよね。今危なかったよ。七七四十二すごいだろ。アツオさんはこれを特技だと思ってる。確かにうまいよ。うまい。この特技ね、どの番組の中だっても落ちるんだよ。まあでも敦夫さんの特技には付き合ってもらったけども、俺の特技にも付き合ってもらわないとな。なんでなんだよ。なんで付き合わなきゃいけないの。俺はな、壁の端っこから端っこまで。どれだけ邪魔されても渡り切ることができるんだよ。ちょっと意味が分かんない。言ってる意味が分かんない。お前ら邪魔してくれるか。いやいやちょっと待って意味が分かんない。壁の、うん、例えばじゃあここから、うん、ここまで、うん、どれだけみんなに邪魔されても渡り切れる、うん、渡り切る。全員でこう、うん、こっちに行かせないようにうわーって抑えると、うん、この5人で、うんうん、それでも、もうどんだけ抑えられてもそっちまで行けますよっていう。そういう特技があるわけ。そういう特技がある、うん、ちなみにこれあのただ力ずくで行くだけだから。
いや、だいたい想像通りだけどね。怪我だけ気をつけろよ、そっち次第よ、それは。なんだよ、この特技。みんなで止めればいいから。みんなで止めんでしょ。サザンが40。早いの。すごいよ、早いの。すごいよ、あれいけんの。俺が向こうの壁にタッチできれば俺の勝ちだ。うん、ああ、俺は全力で止めないのね。止めて動きが止まったら俺の負け。ああ、わかったわかった。止まったらね、はい、よしよし。最初ちょっと危なかったよ。なんだよこれはよ。なんだよこれはよ。一番くだらねえだよこれはよ。あ、楽しかった。もう借金のことどうでもいい。あ、楽しかったな。太鼓だった。589。なんだったんだ結局。借金大丈夫になった。いや、俺は納得できない。こんなんじゃ納得できない。今あの人たちに掛け合ってお前をカニ漁船に乗せるように頼んでくる。やめろよ。シワ10。なんだよこの台本はよ。次回、シティホテル3号室リョータ、フィリピンパブと風俗をはしごする。